糸をあらかじめ縛って染料入らないようにして、でそれで染めて、この縛ったところが白抜きになってるっていうのを折り重ねていって柄を作るっていうのが稼ぎですね。インドからこう琉球王朝時代の交易でこうインド、東南アジアを経由して琉球に入ってきたって言われてるんですけど、まあ沖縄の場合はそれに御絵図帳といって、この王様に着せるための図案があるんですけど、まあそこでかなりデザイン化されたというか、現在の形の原型なんです。沖縄の伝統的なかすり織物だと、こう、まあ、昔の女性が生活の中からこう身近にあるものを柄に模様にしてこう着物に取り入れていったっていうのが代表的なのは、こう爪の形とか、こう爪の形ってこうただこう三日月のような柄とか、あとは鳥とか。鳥柄、トイグワっていうツバメをモチーフにしてると思うんですけど、だとか、あとはこの握った時のグーの感じの柄だったりだとか、まあたくさんありますけど、だいたい600、700種類あると言われてるんですけど、まあ代表的なものをそこう組み合わせて創作してってるっていうのが琉球の特徴ですかね。柄を出すにはやっぱり横にかすりを入れないといけないわけですよね。でこのかすりを入れるためのものは、まあ自分たちは種糸というんですけど、その種糸を取っていくわけですよね。でそれがまあ織る時にかすりくくって、まあ、染色して白く残ったところがこういった感じの十字の柄になる。次成形っていう作業があります。でこの成形が反物の長さとあの幅の糸の本数を揃える作業なので、結構もう肝心なところです。
横糸は種糸というのがありますよね。縦がその場合は寸法を作っていくという、まあ、こういったのを作ってこれの連続ですからの時にはまあ縦糸張りますよね。張って印をつけていく。横がすりのかすりをくくるときにこのガイドとなる糸っていう感じですね。くくる糸にですねその種糸を上から沿わせてでその印がついているところをくくっていく作業です。琉球藍は狐の孫科というものに属しまして、基本的に2年草になります。刈り取ってきた藍葉をどん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 搬入していって2トンから3トン近くになったら20トンの水を張った層に、漬け込んで、これを腐らせることでインディゴの成分を水に溶かし込んでこの溶かし込んだ水を使ってドライ状態まで持っていきます。ANG というんですけれども、藍を抜く作業、これが非常に重要で、いつ行うかによってこう品質が変わってきます。3日後、ないしは4日後、中2日、中3日、石灰を入れて、攪拌して沈殿させます。石灰を入れることでアルカリ化するのですが、発酵槽で発酵させた段階では pH が 6.5 から5.78 ぐらいまで酸性化してまいります。この状態で放置してしまうと、インディゴの成分が腐って破壊されてしまう。それを石灰を入れてアルカリ化することで、インディゴ成分を安定化させる、そして沈殿させるという効果があります。
これをずっと濃縮していって、最終的には泥状のものとして出荷をいたします。琉球藍自体は水には溶けなくて、こうアルカリの中でしかこのブルーが青が溶け出さないので、それを立てるという言い方をするんですけど、まあ、発酵に近いような状態の作り方をするんです。琉球藍を染める場合には白い糸から染めて、うちの亀に入っている琉球藍自体が濃度が濃いので、だいたい8回から10回ですごい濃紺まで染め上げますね。副業は沖縄の代表的な植物染料なんですけど、まあ、家の守り木で、まあ、昔は守り木なので染料としては使ってなかったんですけど、最近は剪定された枝とか葉っぱとかで
よく服着染めをするんですけど、真っ黄色、すごい鮮やかな黄色に染まりますね。染めをするときにはお茶を煎じるように1番だし、2番だし、3番だし、色が出なくなるまで、だいたい5番だしぐらいまで色を抽出するんです。鍋に水を張って、で、この糸量に合わせた染料を溶かして、で、攪拌します。糸を入れて、ムラが出ないように糸を食っていきます。ある程度色が落ち着いたところで火入れをします。まず70度を目安に温度を上げていくんですけど、でその後はこの色を定着させるために90度まで温度を上げて、90度になると、そこから30分ぐらいこの色を定着させるためにこの温度を保って、その30分後火を止めて、糸を洗います。で余分な染料と薬品を落として、でそれで脱水して、で乾かして終わりです。糸の張力とを均等にするためと、この糸がですね、織るときに摩擦されるんで、それを防ぐために糊をつけます。
で、それを乗り付けると外で干すんですけど、で、これで部位を作っていくんですけど、それで糸を張力を均等にします。糸染めした後にくくったかすりを外す作業があるんです。で、次はこの太鼓を作るので、こう縦巻きに入っていきます。で、縦巻きの時に例えばかすり柄をちゃんと合わせ、ずれてるのをちゃんと合わせたりとか、で、切れてるところはちゃんと結んで直したりとか、そういった細かいところを修正していく形で縦巻きしていきます。
小分けっていう作業をするんですけど、小分けはまた4等分のやつをまたさらに半分にするんですけど、それを織手さん、今度は織手さんがやるんですね。下準備の職人さんがやるんじゃなくて、織手さんに渡って、織手さんがこう20本の糸に1本ずつ分けるっていう作業が小分け作業ですね。かすりの糸を1本になった状態を国田っていうのに巻き取るんですけど、国田に巻き取ってシャトルに入れて、で横糸としてかすり模様を織り出していくっていう作業ですね。装甲をかけた縦糸を織り付けして、まあ、旗にセットします。で、先ほど巻いた織り紐に入れた横糸を入れていくんですけど、縦糸は上糸と下糸があって、で踏み木で開くようになってます。その間を横糸を通して、で筬でトントンと織っていくっていう形です。反物が織り上がった時に織り手さんが織りやすいようにノリ付けっていうのを糸にされているので、それを落とす専門の業者に、湯の市屋さんっていう、まあ、洗濯屋さんですね、に持って行って綺麗な状態にしてもらうというのが仕上げですね。